ワントスラジオ始まります。お願いします。今回はガンバ大阪対セレッソ大阪、大阪ダービー第3戦の感想会です。まあ、ガンバ大阪サポーターとしては非常に残念な結果となりましたけど、現地で応援に行っていたガンバサポのマッキーに感想を聞いてみましょう。このチャンネルはサガン鳥栖、ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、まずはね、結果的に、まあ、ホームで連敗、これはもうほんまにさすがにね、ちょっと切り替えるに切り替えれないというか、まあ、現地のサポーターももう、なんていうんでしょう、怒りを通り越してるっていうのが伝わってきましたね。いやでも怒りを前面に出してるサポーターもそれやっぱガンバサポですからいるんじゃないですか。いやそれがですね、まあもちろん一部のねガンバのサポーターはなんか試合終わってから会場外でなんかちょっと怒ってたみたいですけど、うん、あの選手の挨拶来るとき、試合終わった後の、うん、もうあの時はブーイングは一切なしで、まあ、そもそもしたらあかんもんな。まあまあそもそもしたらあかんねんけど、そうそう、そもそもしてへんのが普通なんやけど、これはね、あのコロナっていうご時世があるからしてないっていうわけではなくてね。なるほど、もうコロナやけどブーイングもしてモーターを通り越してブーイングしてないってことね。呆れ返ってましたねサポーター、正直。まあ正直ね、リーグ戦でねダービー負けて、うん、まあ、ただやり返せるチャンスあるって言って繋いできた部分あったからな。いやそうそうそう、俺らもさ、この、まあ、このホームの第2戦、ルヴァン第2戦の前に、今季のダービーは1勝1敗1分けの五分だから決戦ですって言ってね、ちょっとこう気持ちを高めてたじゃないですか、うん、ただねちょっと結果的にあの試合内容、そして結果はちょっと受け入れられへんというか、熱くなってたのはサポーターだけやったんかなっていう、そう感じちゃいますね。まあね、それは選手気持ちが入ってない人はまあ一人もいないと思うんですけど、まあ、やっぱ連戦の疲れとか、あとね代表でちょっとまあメンバー抜けたり、まあね、試合の中身自体はちょっといろいろね言い訳したいことというか、まあ庄司4号いないのはまあ確かに痛いのは痛いとは思うんですけどね。まあただそれを差し引いたとしてもちょっとかばいきれないぐらいちょっとね内容が悪すぎたんで、正直。まあ確かにね、第2戦ねアウェーで勝ってるわけですからね。まあね、うん、なんとかホームで勝ってほしかったですけどね。まあ 0-2 で前半折り返してもね、まだミラクル起こしてくれるんじゃないかっていうね、少しの期待を持ちつつサポーターは立って応援してたんですけど、さすがに3点目4点目失点した時はちょっとゴール裏のサポーターも思わず座ってしまうというか、まあ、挙句の果てには三浦選手がね負傷交代するっていうことで、もうなかなか、まあ、僕たちは切り替えていきましょうよっていうね動画が多いんですけど、なかなか切り替えるのは難しいなっていう、そんな試合でした。まあね、ただこれでようやく連戦が終了したということで、まあね、まあちょっと気持ちのね整理をする時間はあると。いや本当に先週はただまあこのね連戦本当よく頑張ったというか、よく戦ってお疲れ様でしたとはまずは言いたいですね。うん、本当にもう誰がスタメンなんかもわからないぐらい、ほとんど全選手使ってるんじゃないですか。いや本当に今ベストメンバーって誰やっけって言われたらわかんないですもんね。
いや、ほんまに分からん。もうベストメンバーっていう、もう体力あるやつから使っていくんです。そうそうそう。いや、ほんまに。台所事情が苦しすぎる。まあ、これででも連戦が終わると同時に、もうだから言い訳ほんまにできんよっていうね。いや、ほんとにね、まあ、ちょっと次、リーグ戦、残留を争う仙台っていうところで、まあ、こんなね、ホームでセレッソ相手に連敗するっていう屈辱的なね、まあ、敗戦をしても、またね、多分仙台戦を応援しにサポーター来てくれると思うんですよ、多分。うん、さすがにね。いや、まあ、ほんとね、そんなサポーターのためにちょっと戦う姿勢というか、まあ、あとは残留のためにはもう結果が一番ですけど、うん、本当に見せてほしいと思います。いや、もうこうなったらちょっとね、今年のダービーはまあちょっと負けを認めて、うん、認めたくないけどな。まあまあ来年ね、やり返すしかないでしょ、これは。残留に向けてしっかり頑張ってもらって、でまあ来季ね、しっかり大阪ダービーっていう意味ではやり返すために、オフ入ったらすぐに立て直せるようにフロントはしっかり動いていくといくれよって感じですね。まあ監督の人事はかなり気になるところですね。いや、もうほんまにもう今ガンバのサポーターはみんなそこだけじゃないですか。もう今シーズンはね、ちょっとなかなかもう状況が好転するのは難しいかなと思うんで、来シーズン、うん、まあいかにね魅力的なガンバに戻してくれるかっていう、その監督人事、そこが気になってるんじゃないですかね、サポーターもみんな。うん、まあ、正直ちょっと時間かかってもいいからね。なんか、いや、ほんまに、うん、よくなっていってるみたいなサッカーをしてほしいんだけどね。いや、ほんまにそう、ほんまにそうや。もう今ほんまガンバのサッカー見てんの辛いからな。マジで。まあ俺は好きやからさ、ちっちゃい頃から、うん、だから見るけど、多分ガンバ、例えば J リーグライト層がこのガンバの試合見たらリピートはせえへんと思うな。なるほどね。これは辛いっすよ。この現状をなんとか打破するためにも魅力的なサッカーしてもらえる監督に来てもらわないとね。まあ、といったところで1週間空いて仙台戦、本当に負けられない試合になりますので、ガンバサポの皆さん、ちょっと落ち込んでるかもしれないですけど、切り替えて応援していきましょう。もうあとはないぞ、仙台戦絶対勝ってくれ、頑張れ。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。